怪物の行方健吉君は思わずわーっと叫んで椅子から立ち上がりドアの方へ逃げようとしましたがその時頭がふらふらとして目の前がスーっと暗くなりそのまま気を失って倒れてしまいましたななんだだか今変な声がしたようだね。健吉君のお父さんが奥の部屋から茶の間に出てきました。 賢吉の部屋のようですわ。どうしたんでしょう。あなた、行ってみてくださいませんかお母さんも心配そうな顔で立ち上がっていました。行ってみよう。戸田君も一緒に来たまえ。お父さんは廊下にいた書生の戸田君を連れて、健吉少年の勉強部屋に急ぎました。賢ちゃん、今何か言ったかい ドアの外から声をかけても何の返事もありません。そして部屋の中では何かゴトゴトと妙な音がしています。誰だ、そこにいるのは。書生の戸田君がどなってドアを開こうとしましたが、中から鍵がかけてあることがわかりました。変ですね。けんちゃんはめったに鍵なんかかけたことがないのに、 同じ鍵がもう一つ茶の間にありましたね僕取ってきます戸田君はそう言って駆け出していきましたがすぐに引き返してきてその鍵でドアを開きましたそして一目部屋の中を見ると二人は思わず「あっ」と声を立てないではいられませんでした賢吉少年が倒れていたばかりではありません本箱や机の引き出しが全部引き抜かれて その中のものが部屋いっぱいに散らかっていたからです。お父さんは健吉くんのそばに駆け寄って抱き起こし、ゲイちゃんゲイちゃんと呼んでその体を揺り動かしました。すると健吉君はやっと気がついて目を開き、いきなりお父さんの体にしがみつきました。どうしたんだ、はあ、一体、 どうしたというんだお父さんは散らばった部屋の中や開いた窓を見て不審らしく尋ねました健吉君はお父さんにしがみついたままそっと部屋の中を見回しましたがさっきの恐ろしいやつはもうどこにもいないことが分かりました窓からお化けが入ってきたのです体に鱗の生えた 牙のある恐ろしいやつです僕そいつに食われてしまうかと思ったきっと窓から出て行ったのですまだ庭にいるかもしれない健ン君はそう言ってガタガタ震えていましたお父さんはそんな怪物がこの世にいるとは思いませんので 吉君が夢か幻でも見たのではないかと疑いましたがそれにしては部屋の中がひっかき回したように散らかっているのが変ですお父さんは開いたガラス窓に駆け寄って真っ暗な庭を見回しましたしかし庭には何もいる様子がありませんお,<や>お父さんはその時 窓の敷居に恐ろしい書き傷ができているのに気がつきましたそれは大きな鋭い5本の爪でぐっと引っかいたような生々しい跡でしたおい戸田くんこの傷を見たまえなんだか動物の爪の跡のようじゃないかそうですね今朝までこんな跡はついていませんでしたひょっとしたら 本当に怪しい奴が入ってきたのかもしれませんね。書生の戸田君も顔色を変えていました。よし庭へ出てみよう。足跡があるだろう。君、懐中電灯を持ってきたまえ。健吉君はさっきからそこへ様子を見に来ていたお母さんにしがみついて震えていました。お父さんと戸田君は部屋を出て庭の方へ回っていきました。 二人が庭に降りて懐中電灯で調べてみますと土の柔らかいところに実にゾッとするような怪物の足跡が残っていることがわかりましたそれは鋭い爪のある巨大な動物の足跡としか考えられないようなものでしたこういう証拠を見てはもう放っておくわけにはいきませんお父さんはすぐに警察へ電話をかけて ことの次第を知らせました。その電話を聞いて警察でも変だと思いましたが、健吉君のお父さんは大きな会社の重役を務めている町でも有名な実業家でしたから、まさか出だらめではあるまいと、とりあえず3人の警官が自動車を飛ばして健吉君の家へやってきました。そして家の中と庭等をくまなく調べましたが。 窓の爪の跡と庭の足跡のほかには何も発見できませんでしたそれではうちの外回りを調べてみようというので3人の警官が塀の外の暗い町を歩いていますと向こうの方から恐ろしい勢いで駆けてくる男の姿が見えました何者かに追っかけられているように一目散に走ってくるのです「君どうしたんだ?」 不審に思って声をかけると、その男は三人の前まで来て立ち止まりました。ははは、おまわりさんですね。大変です。恐ろしい奴がマンホールの中から出てきたのです。<laughs> 息を切ってまだ逃げ出しそうにしています。どこか近くの店の店員らしく、ジャンパーを着た若い男です。君は一体何を見たんだ 化け物ですそれを聞くと警官たちはこの男はもしやケン吉チ君を襲った怪物に出会ったのではないかと思い慌てて尋ねました警官たちはそこまで聞くと「よし!」と叫んでいきなりその街角へ駆け出しました。 角を曲がるとすぐにマンホールが見えました。しかし別に怪しいものも見当たりません。マンホールにはちゃんと鉄の蓋が閉まっています。おい、このマンホールかいうん、何もいやしないじゃないか。おずおずついてきた若者に尋ねますと、さも怖そうに指さしながら、 それです。その蓋がスーッと持ち上がって、中から恐ろしい化け物が出てきたのです。恐ろしい化け物って、どんな奴だった牙が生えていました。それから、鱗が生えていました。目がリンのように光っていました。やっぱりそうでした。ケンキチ君を襲った怪物です。そいつは、 マンホールから出たのでなくて、マンホールへ逃げ込んだのかもしれないぞ。警官の一人がさすがに気味悪そうに、目の前のマンホールの蓋を見ました。よし。それじゃあ調べてみよう。手を貸したまえ。そして君はピストルを出して構えていてくれ。危険と見たらぶっぱなすんだ。三人の中で先輩らしい警官がそう言って懐中電灯をつけると、 マンホールの蓋のそばにしゃがみ込みました。もう一人の警官がそれに手を貸します。残る一人は腰のサックからピストルを抜き出して、いざといえば発射する身構えをしました。そら、いいか、二人の警官が力を合わせてマンホールの鉄の蓋を開いて脇にのけました。穴の中は真っ暗です。 懐中電灯の光がさっとそこを照らしました。その中に鉄の鱗の怪物がうずくまっていたのでしょうか。いや、そうではありません。中は空っぽだったのです。警官たちは拍子抜けしてしまいました。なんだ、何にもいないじゃないか。 それは下水のマンホールでしたが細い下水道ですからそこから下水を伝って逃げることはとてもできません怪物は一時マンホールの中へ隠れてそれからまた逃げ出したのでしょうさっき店員の見たのはやっぱり出てくるところだったのでしょうこの店員は賢吉くんと同じ怪物を見たのです 二人も見た人があるからにはもう夢や幻とは言えません。捨ててはおけないのです。そこで警官は電話でこのことを本所に知らせ、本所から警視庁に連絡しました。それからは大変な騒ぎです。パトロールカーが三台もやってきました。警視庁や警察署から何台も自動車が来ました。 それに新聞記者賢吉くんのお家は臨時の捜査本部になって門の前には十何台の自動車が並び近所の人たちが何事かと集まってくるものですからたちまち黒山の人だかりです。何十人という警官による大捜索が始まりました。その近くの家という家は片っ端から調べられ 町という町は警察の自動車が巡回し非常線が張られアリの這い出す隙間もない捜査の網が張られましたしかし明くる朝になってもどこからも怪しいものは発見されませんでした鉄の人魚は煙のように消え失せてしまったのですその翌日の新聞は「 鉄の鱗の怪人の記事でいっぱいでした。ケンキチ君の家の窓敷に残った爪の跡と、庭の大きな動物の足跡が、写真になって新聞に載ったのです。日本全国の人がその新聞を読んで震え上がってしまいました。そして人が集まれば、この恐ろしい怪物の話で持ちきりでした。 大賢吉少年はそのあくる朝警察の人たちが引き揚げていくのを待ってそっと庭へ出ました庭の石の下へ隠しておいたあの小さい鉄の箱を調べてみるためです昨夜べの怪物が鉄の箱を持っていったのではないかと心配でたまらなかったのです 目印の石を持ち上げてみますと、ああ、よかった。鉄の箱はそこにありました。ちゃんと元の場所に残っていたのです。賢吉く君はもう自分一人で隠しておいてはいけないと思いました。それで箱を取り出すと、急いで家に駆け込み、それをお父さんに見せて、この間の夜神社の森の中で格闘があったとき、 顔中にひげの生えた汚いおじさんにこの箱を預けられたこと。そのおじさんは、もし俺が死んだら鉄の箱を川の中へ捨ててくれと言ったけれども、おじさんが警察病院で死んでからも捨てる気になれないので、庭の石の下へうずめておいたことを詳しく話しました。お父さんは鉄の箱を手に取って開こうとしましたが、どうしても開けることができません。 書生の戸田くんもやってみましたがやっぱりダメですその時賢吉少年はふと思いついたように声を弾ませて言いましたああいいことがあります僕その箱を明智探偵事務所へ持って行って僕らの少年探偵団の小林団長に見せましょうそして明智先生の知恵を借りれば きっとこの箱の箱秘密がわかりますようんそれはいい思いつきだ戸田君に送ってもらっていつも呼びつけのハイヤーに乗って行ってくるがいい運転手と戸田君と二人も護衛がついてれば大丈夫だろうそれに昼間のことだしねお父さんも賛成だったのでまず明智の事務所へ電話をかけますと。 明智先生も小林少年も事務所にいることが分かりましたので顔見知りの運転手の自動車を呼んで賢吉少年は鉄の箱を大事に抱えて書生の戸田君と一緒にそれに乗り込みました事務所に着くと小林少年が出てきて二人を応接間に通しましたそして賢吉君から話を聞き 鉄の箱を手に取っていろいろやってみましたが、小林少年にも開くことができません。ちょっと待っていたまえ。明智先生にこの箱を見せてくるから。小林少年はそう言って箱を持ってドアの外へ出て行きましたが、10分ほどすると明智先生と一緒にニコニコして戻ってきました。先生はわけなくお開きになったよ。ほら。 こうするんだ。箱根細工の秘密箱と同じだよ。からくさ模様のここのところを押すんだよ。するとこちら側が開くようになる。それからここを押すと、ね2、3度同じことを繰り返せばいいんだよ。そうするとすっかり開いてしまう。だがそれよりももっと大変なことがあるんだ。 この箱の中には何十億円という素晴らしい値打ちのものが入っていたのだよ小林少年の説明にびっくりしていると明智探偵が椅子にかけてニコニコしながら話し始めましたそれはこういうわけだよこの鉄の箱の中には3つの書き物が封じ込めてあった1つは福永という 元遠洋航路の太陽丸の船長をしていた人の遺言書一つは紀伊半島の南の海路図もう一つは保険会社の証書なのだよ明智はそう言って手に持っていた何枚かの書き付けを見せましたその元船長の遺言書は難しい文章なので砕いて話すとね 今から20年ばかり前に紀伊半島の潮の岬の沖で太陽丸という汽船が暴風のために沈没したその時は何十年に一度というひどい嵐で太陽丸が無殿で助けを求めても海岸から助けの船を出すこともできなかったほどで多くの船客や乗組員が死んでしまった流れたボートにすがってやっと海岸にたどり着いたのは 十数人の乗組員だけで、その中に船長の福永という人も入っていた。うん、自分だけ助かるというのはあまり偉い船長じゃないね。太陽丸が無殿で助けを求めるとき、今どこにいるかという位置を知らせたのは言うまでもないが、福永船長の遺言書には、そのとき、自分は慌てていたので大変な間違いをしたと書いてある。 軽度の数字を間違えて無電技師に伝えたので、後で太陽丸がまるで検討違いの場所に沈んだようになってしまって、保険会社が船会社に保険金を払った後で沈んだ場所を調べると、そこは非常に深いところで、船はもちろん荷物も引き上げられないことが分かって諦めてしまった。福永船長はそれから一年ほど経って、 やっと無電で送った沈没の位置が違っていたことを気づいたというのだが、これはどうもおかしいね。船長は、わざと気づかないことにしておいたのかもしれない。そしてそれからまた一年ほど経って、船長は保険会社から沈没した太陽丸の権利を買い取った。その頃のお金で二十何万円。今にすれば一億円ぐらいになるがね。 そのお金をこしらえて沈没船を自分のものにしてしまった。どうせ引き上げられない船だから保険会社も安く売ってしまったのだね。引き上げの見込みもない船にどうしてそんな大金を出したかというと、その船には香港からアメリカに送る金塊がたくさん積んであったのだ。遺言書には その頃の値打ちで400万円とあるから今では20億円ほどのものだ船長はそれをこっそり引き上げて大金持ちになろうとしたのだよ保険会社から権利が買ってあるので誰にも遠慮することはないのだ保険会社は世界中のどんな潜水技術でもどうしても引き上げられない深いところにあると思ったので権利を売った のだが船長は太陽丸が無電で知らせた場所からは5マイルも隔たったもっと浅いところに沈んでいることをちゃんと知っていたそこなら潜水作業もできるだろうと考えたのだよそこでいよいよサルベージ会社に頼んで金塊の引き上げをやろうといろいろな準備をしているうちにこの福永船長は大病にかかって何もできないようになり 三ヶ月ほどでで死んでしまった天罰が当たったのだろうねあそれでまだ字の書ける間にこの遺言書を書いて鉄の秘密箱を作らせて保険会社の証書と本当に太陽丸の沈んでいる場所を記した海図と一緒に封じ込んで自分の一人息子に残したその息子が健吉くんに鉄の箱を預けたというわけだ この息子は育児のない男で、自分で引き上げ作業を始めることもできず、幾人かのお金持ちに引き上げの権利を売りつけようとしたが、その頃はもう貧乏になってしまって、汚い風をしていたので、そんな男の海底の大金塊なんて夢みたいな話は、誰も信用してくれなかったのだね。そして、いつの間にか二十年が経ってしまった。 そのことが息子の手で遺言書の端に書きつけてあるのだよ明智探偵の長い説明がやっと終わりました県吉少年にはまだよくわからないところもありましたがともかく20億円の金塊が潮の岬の沖に沈んだままになっていることはなんだか本当らしく思われてくるのでした